はい、ポケモン GO でですね、今日はなんかゴーストとかね、ゲンガーとかね、普段あんまり見ないのにね、出てくるなーなんて思ってる方もいるのではないでしょうか、ということで、早速捕まえてみたいと思います。実はですね、ハロゲン、2016年、ハロゲンの限定企画ということで、イベントというのでしょうかね、キャンペーンというのでしょうかね、ゴーストタイプ、お化け、非常に出やすくなっているということでですね、こちら注目してもらいたいと思います。星の砂がですね、今ゴースト捕まえたんですけどもね、星の砂はいつも通り100で、雨見てください、6ですね。え、いつも何個ですか？3個でしたよね。ね、そういうことで倍になってるということですね。この機会にですね、ぜひ雨をたくさんゲットしてですね、ゴーストにまだですね、新ゴーストを持っていない、もしくはゲンガー持ってないなんて方はですね、この機会にたくさん雨をね、捕まえ取ってですね、ゲンガーに進化させて見てほしいなって思っております。これからですね、もしですね、ゲンガー捕まえる機会があったらですね、この動画の最後にですね、つなげてですね、ご報告してみたいと思います。それではね、まあこうゴーストでもね、いいなと思って、ちょっとね、たくさん出るということ、出現率もアップしてるみたいなんでね、お楽しみにどうぞ。それでは失礼いたします。ありがとうございます。はい、ポケモン GO でですね、ハロウィン VS じゃない、ハロウィンイベントですね、ポケモン GO ゴースト出てきましたよ。非常にお化けポケモンが出やすくなってるということでですね、今日もゴースがやたら出てきますね。あとニャース、カラカラもよく見ますけども出てこないです。おお、一発で仕留めました、ゴースト。雨もこのようにいつも3個だけども倍の6個、まあね、2倍から4倍って言われてますけども、だいたい2倍ですね。はい、これで雨のトータルが115になりましたよ。この CP916 のゴーストをですね、雨いっぱいもらえるから、もしかしたらね、ゲンガーにね、できますよこれ。はい、こういう感じでね、どんどんゲンガーをですね、強化もしくは進化していきたいと思います。チャンスです。ほら、ゼニガメの雨も見つけましたよ。はい、ガンガンいきます。はい、ポケモン GO でですね、ハロウィンイベントカラカラ出現です。よく出現されるポケモン、このカラカラも結構ね、出てきますね。不気味なポケモンのうちの一つなんでしょうか。スーパーボールで、また同じような目に遭ってしまいました。はい、カラカラ、私ですね、1匹かな、2匹ぐらいしか捕まえたことなくてですね、この機会にですね、飴6個、はい、だいたいね、飴は2倍ですかね、2倍から4倍、6倍かな、2倍ですね、だいたい6個、はい、これで、カラカラの飴が31になりました。進化まで50なんでね、はい、貯めていきたいと思います。あとはよく出現するのはですね、ニャースも結構来ますね。このクマさん来ますね、ゴース。はい、やたらゴース系も出ます、お化け系。
ということでね、この機会にじゃんじゃん飴を貯めてですね、進化させて、強化させて最強のですね、ポケモンをですね、この機会に、貯めたいと思います。まあ、ポッポとかね、ビリドルとかもいっぱい飴貯める機会ができましたんでね、進化に必要ですので、はい、じゃんじゃんこの1週間で貯めたいと思います。ありがとうございます。失礼します。はい、ポケモン GO のですね、ハロウィンによく出てくるポケモンということで、ゴースト系がよく出てくるわけですが、早速ですね、飴がですね、博士に送ってみたいと思います。ゴースの飴、これね、はい、博士に送る、お、いいですか、はいはい、通常1個なんですけど2個、続けてどんどんいきます。今137個ありますけど139個にします。はい、プラス2、はい、こんな感じでですね、どんどん、ゴースト系、ゴース系のお化けポケモンをですね、じゃんじゃん飴に変えてですね、先ほど捕まえてこちらのね、ゴーストお気に入りにしましてね、もうね、飴溜まったんでね、これゲンガーに進化できますしね、まあ直接ゲンガー捕まえてもいいんですけど、ちょっと今のところまだ見つかってないんでね、持ってるには持ってるんですけどもね、はい、開いた、まだ1407ということで、これのより大きく CP 大きくなればなって、ヘドロバクラン55、今のところこれ一番高い CP のゴーストなので、はい、進化してね、進化動画は次にね、ご期待くださいませ。それではありがとうございます。失礼いたします。